はい、どうも。キークロン Q1 が届いてから毎日ガツガツ使っているアラサムシです。もう本当に単純に打鍵感が最高なんですよね。今までのキークロンキーボードとデザインも違いますし、本当に新鮮な感じで毎日使っていて楽しいです。さて今回は Q1 と同時発売されたキーキャップを購入しましたので、キーキャップの交換をしていきたいと思います。実はキーキャップの交換は初めてなので、不器用なりに頑張りたいと思います。開封の前に少しキークロンのホームページを見ていきましょう。今回は Q1 の発売に合わせて新しく発売になったキーキャップも多いのですが、現在は発売直後とあってソールドアウトが多い状態です。私はなんとか Q1 のオーダーの際に合わせてオーダーができたので良かったのですが、今から購入を考えられている方、特にベアボーンモデルとの同時購入を考えている方は配色によっては少し待つことになっちゃいそうですね。さてキーキャップは付属のものは ABS となりますが、こちらで別売りで購入できるものは PBT となっております。お値段も40ドルといい感じのお値段ですね。 ABS のものだと15から20ドルぐらいで購入できるものが多いので2倍ほどのお値段です。とは言っても今回購入したキーキャップは Q1 と同じ 75% キーボードの K2 等にも使えるので、私としては一石二鳥な感じです。ということは今 Q1 についているキーキャップは K2 につけることもできそうですね。それでは開封していく前に、前回の Q1 動画の時にないってお話をしておりましたツール類は実は箱の底に綺麗にはまっておりまして、ありがたくコメントをいただき発見しました。コメントで教えていただかなかったら多分一生気づきませんでした。ありがとうございます。さてこちらキーキャップが入っている箱となります。こちら対応しているキーボードになりますが、しっかり Q1 にも対応しております。開封するとこのように2つに分かれてキーキャップが収納されております。キーボードの順番通りに入っているので特に迷うことなくキーキャップをつけていけそうですね。それではまずは Q1 からキーキャップを外していきましょう。念のためキーキャップの位置を間違えないように事前に撮影をしておきます。こんな感じでスッと入れてポンと取れます。癖になる気持ちよさです。ではどんどん行きましょう。ひとまず1列分外せました。青いアルミフレームに青軸のキースイッチが、これまたいいですね。引き続きやっていきましょう。キーキャップを外すときは少し力が必要になるので、空いている手でしっかり押さえながらやるのがいいと思います。慣れてくると割とサクサク外せてきて楽しくなってきます。子供の頃にレゴブロックで遊んでいた時の感覚に似ていてハマっちゃいそうです。これはたまりませんね。無事に全部外せました。こんな感じでキースイッチがむき出しですが、これは爽快ですね。こういうのって本当にたまりませんよね。では取り外したキーキャップをまとめて箱にしまっておきます。なくしそうで少し怖いので、後で蓋付きのキーキャップを保管しておく入れ物を購入しようと思います。それでは新しく購入したキーキャップを取り付けていきましょう。今回のキーキャップはミントの色も入っていて爽やかになると思って購入したんですよね。実は最初こちらのロックマンの色のようなキーキャップとも迷ったんですが、ミントの色のケーブルを持っていて合うかなと思いこちらにしたんですよね。今後また気分を変えたくなったら買いまそうと思っております。さてそれでは取り付けていきます。少し力が必要ですが、特に引っかかりもなくサクサク取り付けていける印象です。そういえば取り付けの途中ではありますが、今回購入した PBT のキーキャップと付属の ABS のキーキャップを比べてみましょう。表面は若干 PBT の方がザラザラしていますね。こう見た感じだとなかなか甲乙つけがたい感じではあるのですが、実際にキーボードに取り付けて打鍵感や打鍵音で結構違いが出るので、動画の最後の方で実際に比較していきます。それでは引き続き取り付けていきましょう。ラスト一つを取り付け終わりました。全体を見ていきましょう。ミントの色が入ったことでもともとクールな印象だったのが少しポップで爽やかな感じになりましたね。あとはキーキャップに記載されている文字もかなり太くなっているので、ここもパッと見の印象に違いが出る点ですね。やはり付属の方はスマートでクールな感じなので、ここは好みが分かれるかもしれません。いやー、それにしてもいいですね。キーキャップを変えることでこんなにも印象が変わると、また他のも気になっちゃいますね。キーキャップの交換自体は全然難しい
しくなかったので、これで私自身ハードルがかなり下がったので、今後もいろいろ購入してみようと思います。次はスイッチの交換もやってみたいですね。さてそれでは、ちょうどミント色のケーブルもあるので接続していきましょう。少しケーブルのミントの方が色が薄いのと光が強く当たる位置にあるのですが、個人的には悪くないと思っております。それでは今回 Q1 だけのキーキャップ交換にしようと思ったのですが、テンションが上がってしまいましたので、日本国内版の K2 のアルミ筐体のキーキャップを Q1 のものに交換していこうと思います。それでは Q1 の時と同じようにキーキャップを外していきます。 K2 は赤軸なのですが、こちらもまたいいですね。 Q1 のキーキャップ交換で慣れたので K2 の取り外しは本当にサクサクでした。無事にこちらも全部取り外すことができました。いやー、キーキャップを取り外した姿もたまりませんね。それでは Q1 のキーキャップを K2 に取り付けていきます。キー配列通りではなくぐちゃぐちゃになっているので、パズルのように一つずつ確認しながらの取り付けとなります。ひとまず上の列から見つけたキーキャップを取り付けていきます。実は Q1 付属のキーキャップだけだと一部足りないキーがありましたので、今回購入したキーキャップも一部取り付けております。ミントのキーキャップが該当のものになります。最後の一つを取り付けて無事に全部取り付けられました。この頃 Q1 ばかり見ていたので K2 ですらかなりコンパクトに見えてきたので不思議な感覚です。 K12 の動画を作っている時は K2 は少し大きいかなと思っていたのですが、 K12 が小さいだけでした。 K2 のアルミバディに Q1 のキーキャップっていうのもたまりませんね。ガラッと印象が変わって K2 じゃないみたいです。マジでこちらもいいですね。最高です。ここまでキークロのキーボードを購入してきて、またここに来て新たな楽しみ方を見つけてしまったので、本当に今回 Q1 用のキーキャップを購入して良かったと思います。それでは最後に、今回キーキャップが PBT となりましたので、付属の ABS のものと打鍵音や打鍵感がどう違うのか見ていきたいと思います。まずは Q1 からいきましょう。最初は付属の ABS のキーキャップの音からいきます。次は今回取り付けた PBT のキーキャップの音になります。いかがでしたでしょうか。付属の ABS のキーキャップは打鍵音が広域の方が顕著になっていて、青軸のカチャカチャした音が軽く聞こえますね。打鍵感は少し軽めで小気味よく打鍵できるような印象です。今回取り付けた PBT のキーキャップは、打鍵音は青軸のカチャカチャした音が少し低減される印象で、中低域の音が少し強くなった印象です。打鍵感は少し押した感覚が残る感じで、重さというかキーの厚さがより感じられました。前回の Q1 の動画でお話ししていたキーンと余韻が残る金属音もかなり静かになっている印象です。打鍵音、打鍵感ともに結構違う印象ですので、これは好みが分かれるところだと思います。むしろ私はこのようにキーキャップだけでこんなにも顕著に違いが出ることにテンションが上がっていて、もっともっと試してみたくなっております。さて次はこちらも先ほどキーキャップ交換をした K2 のアルミでも試してみましょう。 K2 は赤軸なので、こちらもまた青軸との違いをお聞きいただければと思います。最初は付属の ABS のキーキャップの音からいきます。次は今回取り付けた PBT のキーキャップの音になります。
いかがでしたでしょうか。赤軸はもともと打鍵音が静かですが、付属の ABS のキーキャップはこちらも高音域の音が少し抜けてくる印象がありますね。スコスコしているいつもの K2 の感覚です。打鍵感も少し軽めな印象です。 PBT のキーキャップではほとんど高音域の音が感じられず、モコモコというかそんな印象の音になっております。かなり静かな印象で、会社やリモートの会議で使用するときにも音が邪魔にならないと思います。打鍵感も ABS に比べて少し重い印象で、赤軸の音と相まってかなりどっしりとした印象を受けます。ヒークロン Q1 購入にあたっては、がっつりアルミ筐体のため金属音を気にしていらっしゃる方も中にはいらっしゃると思いますので、 PBT のキーキャップで許容範囲になるのなら、ベアボーンモデルでキーキャップとスイッチを選んで購入するのもいいかと思います。また K2 等ならアルミバディでも金属音は全くと言っていいほどならないので、こちらも選択肢としてはありだと思います。それでは今回は初めてのキーキャップ交換の動画でした。最初は Q1 だけのつもりでしたが、 K2 も続けて交換し、結果打鍵音や打鍵感の比較ができたので個人的には良かったと思っております。ではまた、ご清聴ありがとうございました。